はいどうも、ナミノリです。マスターリーグキャリア17シーズン目続きやっていきたいと思います。ということで早速ね、次のシーズン入っていきましょう。次のクラブはあのクラブです。さあ、ナミノリ監督、次ビッグクラブですよ。これどうにもならんすかね。さあ、プレミアリーグです。プレミアリーグの今シーズン昇格チームはフラム、ボンバス、レディング。で、降格がミドルスブラ、ウェストブロミッチ、ソンジーです。さあ、2036、37シーズンの開幕、今まで過去最高規模のクラブで、ナミノリ監督どこまでできるか。さあ、就任会見です。マンチェスターユナイテッドでのグラフ生活で、もう行きたいと思ってたんですよ、ずっとね。もうファーガソンに憧れてましたからね、ナミノリ監督ずっとね。ファーガソン監督先輩の、これ後を追うという感じですね、これは。今シーズンどのようなスタイルのサッカーを目指すお考えですかということで、まあ、これはいつもと変わらないですよ。いつもと変わらず、クイアバン、QPR、アトランタと変わらずも高い認定していきます、これは。まあ、ちょっとね、プレミアリーグ激しくやらないとほんと勝てないですから、まあ、そこの激しさを十分にね、プレミアの中でも出していくこと、これ大事ですよ。まあ、ちょっとわかんないですけどね、これ QPR が今昨シーズン優勝してましたから、打倒 QPR ですよね。ナミノリ監督率いたフルス相手にどこまでできるか。さあ、まあ、いよビッグクラブです。もうこれから後は引けないよ、本当に。さあ、シーズンも強制ということで、はい、ナミノリ太郎、今シーズン達成すべき目標について話したい。スポーツディレクターの立場としては、リーグ優勝を目標するのが妥当だと考えているので、君の考えどうかなということで、リーグ優勝か、プレミア優勝、目標チキルの嫌ですから、チャンピオンズリーグか、プレミアどっちか狙いましょう。ってことは、やっぱチャンピオンズリーグじゃないですか。私はこのチームならば、チャンピオンズリーグの優勝が狙えると思っている。困難はあるだろうか、目指していきたいということで、ちょっとメンバーね、本当ね、すごいの揃えたいですから、もうプレミアリーグもね、チャンピオンズリーグ CL2 冠狙えるね、メンバー揃えていきますから、これからね、分かった、私も本音でそれがいいと思っていた。難しいシーズンならだからよろしく頼むということで、もう今までのもうユナイテッドのもうレジェンドたちも引っ張り出しますから、全部獲得しますから、そこでどうなるか。困難のミッションになるとしても、更新陣を全力でサポートしますということで、まあちょっと QPR 以来のプレミアリーグですけども、ちょっと QPR で一回も優勝できてないので、まあチャンピオンズリーグね、経験値はあるんで大丈夫でしょう。さあ、ナミノリ監督、マンチェスターユナイテッド、就任です。やっとビッグクラブ来ましたね。さあ、移籍金いくらあるんだろう。移籍金は、162億円で、Q さんが21億円だ。全然あるじゃん、これね。で、まず、マンチェスターユナイテッドなんで、もうね、早速ね、僕が獲得したい選手、どんどん獲得していきたいと思います。で、もう、その代わりにもうね、今まで前にいた選手ね、今現在いるチーム、ちょっと売り飛ばします。これはもう、これから改革していかなきゃいけないね、ほんとね。で、まずは、ロナウド狙いに行きます。もう、ロナウドね。あー、でも予算が厳しいな。ロナウド厳しいんで、ちょっと、誰か売ろう。まず、売る前に、誰か一人交渉していきます。で、まず一人目、ルーニーですね。ルーニーいけるかな。でもルーニーいけるよね、普通にね。ルーニーは、まあ、来たがってないらしいから、ちょっと上げとく。ちょっと年俸見心上げといて、ちょっとルーニーはほんと獲得したいんでね。ルーニーはもう前のレジェンドですから、ちょっと取っとくよ、これは。で、ちょっと、ロナウドとか、他の選手ね、パクチソンとか、あとスコールズとかも獲得したいんで、ちょっとフォワードの選手売却します、これ。もう全部売却すると思う、これは。申し訳ないけどね、ほんとね、すごい売却すると思うよ。まあ、一応残すメンバーとしては、アンドレス・ペレイラと、あと、ポグバと、マクトミネ、あと、マティッチ、ディアラもいるからね。あと、バイディ、あと、マグワイヤ、フィル・ジョーンズとかかな。残すのはね、そこら辺だと思いますよ。あと、ディアも残します、これはね。それ以外ほんと基本的に売りたいです、これは。で、このチームでトップ下基本的にいらないんで、トップ下のメンバー一応もう全部売ります、これは。まあ、この中でも一応ね、視聴者が獲得してほしいというコメントの選手いなかったんで、まあこれは売っていいでしょうね。あとアンジェゴメスってあれだもんね。彼ちょっとあれだもんね。元マンユの株組織だから、これは売らないでいこう。若いのはちょっと売らないでいきます。ピッチは売るわ、これは。ピッチは売っちゃって、ディラール持っちゃいます。これ隊長さんが獲得してたから。で、あとジェームズも残しとこうか。で、エンソペレスは売っちゃっていい。で、デュクレも売っちゃおう。デルフどうだろう。デルフ残しとくか。あとメンサーも残しとこうか。で、アシリコールどうしようか。アシリコール残しとくか。シルベストラ売っちゃいます。シルベストラ売っちゃう。で、キーパーも一応残しとくか。キーパー一応残しときます、4人ね。なんかあったら使うかもしれないんで。買いたいかな。これ彼ら売らないとクルルなんか来れないですからね。まず彼らの売却ね、半分ぐらい売却しますから、ちょっと彼らにすぐオファー来てほしいですね、これね。あー、ルーニーとの交渉決裂か。移籍金はこんぐらいが良かったってことですね、ルーニーね。我々のクラブで十分な出場機会を得られないと判断したいだと。いや、ルーニー出すよ、普通に俺。じゃあ、ちょっと他の選手行ってみますか。パクチソン行きましょう。28歳のボックスとボックス。移籍金、安い47億円で、年俸33億8000万ってことで、パクチソン行きます。OK。これで右サイド、ウィング補強しました。あと、ギグスだね。レジェンドどんどん取れますよ、もう。叶えれば取れるんだから。ギグスは市場価格。あー、ちょっと高いな。年俸が12億円か。でも、ギグスいったらね、悪いことないっすよね、全然ね。なので、ギグス取れます。ギグス OK です。これ取れました。ギグス取って移籍金かなり減りましたけど、これはしゃあないです。もう前のレジェンド育てますからね、これどんどん。あと、ヤング取りたいんですよね。ヤング取れるかな、頑張って。ヤング、キーパーで使ってましたけどね。あまりいい話と思ってないようだということで、ヤングは厳しそうです、これは。ギグスとパクリソン来たんですけど、パクリソンに関しては、彼には、すぐに全体練習に参加してもらいますが、チームのコンセプトにフィットするまでしばらく時間かかるでしょう。最初のうちは全体の連携を避けてしまうかことは覚悟しなければいけなりません。試合に出続けることで、少しずつチームコンセプトにフィットしてくるはずですということで、まあ、それはみんな、パクリソンに限らず、それはみんな一緒ですよ、それは。さあ、キャペラとルドンベレにオファー来ました。やっと来たね。で、彼ら売んないとこれね、マジで獲得できないから。OK です。なので、キャペラは、移籍金来てるね。市場価格より低いな。もうちょっと上げられないこれ。55億円でいきましょうか。もう接近がクルーナー獲得するために接近をどんどん貯めたいから。で、ヌドンビレも来てるけど、これも最高賞だな。65億円でいこうか。これ売れれば結構楽だよね、ほんとね。さあ、ヌドンビレとキャペラ交渉 OK ですね。で、ピミエンタとシルベストル来ました。OK です。どんどん来たよ。で、キャペラ55億円でナポリから来ました。OK です。これで売っちゃいましょう、トップ下。これで接近増えましたよ。いや、彼らほんと売ればね、使用価格高いですから、多分結構金になるよ、ほんとに。で、ヌドンビレも OK し、65億円で。OK。彼ら放出することがほんとクルーナー獲得することにつながる。で、ピミエンタ、メーヘングラドバハから来てる
と12億円で、これも売っちゃおう。これで OK。これで移籍金予算135億円です。で、シルベストのワトードが来てるけど、これも売っちゃいましょう。OK。どんどん入るね、金。あ、いいですね。で、ルーニー、もう一回行こうか。いや、ルーニー本当欲しいよ、俺。しつこいからもう一回出そう、これは。ちょ、マックスで行きます、これは。マックスで行って動画って感じだね。前回マックスで出したよね、これね。ちょ、3年契約でルーニー出します、これは。目いっぱいあげればいけるかもしれないから。で、あとラファエルだね。ラファエルも行こうか。もっと万有どんどん入れますよ。リオンだけど、いけるんじゃない、ラファエル。ラファエルはちょっと厳しそうだから、ラファエルもちょっと上げときます、これは。年俸、まあ高くするか。しゃあねえな、これは。もっと万有レジェンド育てるためだもんな。オッケー、これで行こうか。で、スコールズね、スコールズは、移籍金93億円で、年俸8億か。まあ、いけなくないね、全然ね。だから何かほと、売ろう。売ればいける。あ、ルーニーはオッケーです、来ました。で、ラファエルもオッケーですね。よし、来たよ、来たよ、これで。で、アシュリーコールに来てるんですけど、アシュリーコールどうしよっか。ちょっと来てほしくない選手来ちゃったな。アシュリーコールは、ちょっとこのまま売らないでいこう。ちょっと売りたいけど、左いないんで、ちょっと探します、これから。で、ルーニーは、まとまりました。移籍金50億で、で、年俸が2億9000万ということで、まあ、いいんじゃないですか？ルーニーはこれで、万有レジェンド獲得ルーニーね。で、ラファエルも53億円で、年俸4億3000万か。こう、ラファエルも右サイド獲得ということで、これで右誰か売れればいいよね、全然ね。で、ちょっとスモーリング行こうかなと思ってます、センターバックね。スモーリングはあんまいい話を持ってないようだということで、ちょっとスモーリングギリギリ出してみるか。ちょっとギリギリの範囲で出してみます。で、年俸も上げとくよ、これは。2億8000万ぐらいしといて、行こうか、スモーリング。もっと万有育てたいです、これはね。で、ちょっとハキミ行こうか、ほんとね。ハキミ左使いたいです、これは。ハキミね、負傷者から獲得してほしいという要望あったんで、ちょっと下げるところまで下げます。マックスでちょっと下げています。マックスで下げてどうなるかですね。でもハキミいけると思うけどね。さあ、スモーリングは断念か、ダメか。で、ハキミも断念か。ハキミはなんか頑張ればいけそうっすね。で、ルーニーとラファエル合流です。で、ちょっとディニュー行ってみます、ディニューね。ハキミがダメだった時のこと考えて、ちょっとディニュー行きましょうか。ディニューは移籍金19億円3億か、年俸。うん、いけると思う。ちょっと前回下げすぎたの問題でしたからね。ちょっとこれは反省して、ちょっとなるべく標準な移籍金で行きましょう。あ、ディニューオッケーですね。ディニュー来ました。これ左ディニュー取れそうっすよ。ディニューオッケーなんで、まあプラスしてきましたけど、増加変わりましたけど、ディニュー全然オッケーです。これで、ディニューで左サイドバック確保です。あと、マイチームからどんどんオファー来てくれればね、売れるんだけどね。で、ハキミもう一回行きましょう、これは。左の控えほんと必要なんで、ハキミしつこく行きますよ。前回は移籍金と年俸低すぎたんで、これで行きます。移籍金17億円で年俸1億で行きます。これ多分いけるでしょ、ハキミはね。さあ、誰かね、これは。あ、ディニューじゃね、これ。ディニュー来ましたね。ディニュー、マユは、まあ、合うんじゃないですか、これは頑張れば。あと、ルークショーもいたね。ルークショーも頑張って取りに行くか、これは。来シーズン以降とかになるけど。ディニュー、まずディニューです。まあ、左ね、今までエブラとかね、いましたけどね、株ね。昔のレジェンドで。エブラが最高ですけどね。エブラを超えられるのか、ディニューはね。さあ、ディニューがゴールです。マジサイネレット。まあ、ちょっとね、マユこれから伸びてくる選手なんで全然 OK です。さあ、ハキミとの交渉は、断念、嘘でしょ。ハキミ結構いいフォア出したと思う、俺。で、ちょっと次フォワードなんですけど、ちょっとフォワード本来エレナデス獲得したいんですけど、エレナデス多分無理なんだよね、これ多分。うん、やっぱエレナデス無理ですね、これね。なので、ちょっとエレナデスはちょっと次の補強のところに控えて、ちょっとファンペルシー行こうかなと思ってます。ファンペルシーは前にいましたからね。売却に前向きということで、年俸も一応下げて、あー、ちょっと移籍これきついな。移籍これマックス行ってみようか。年俸もマックス行ってみよう、これで。まあ31歳ですけどね、まあ、ベテランの力必要なんで、ファンペルシー行きます、これで。これファンペルシーもし無理だったら、デフォとか行こうと思います、これはね。もっと前に別にこだわる人もないですからね。そこまでファンペルシーはオッケーまで来ましたね。ファンペルシー一応21億円か。まあ、ギリギリだね、ほんとね。年俸もまあ2億7000万。必須オプションとして出場オプションを要求してるということで、まあ、オッケーですよ。ファンペルシー出すよって言いますから、オッケーです、これで。かなり減りましたね、ほんとね。早く、誰か来てほしいね、ほんとね。マイチーム多すぎるんだよ、これ。まあ、36人ですけど、来てほしい選手来てないんですよ、全然オファー。で、もしさ、ちょっとハキミ取るんだったら、アシリコール売っちゃおうか、これ。アシリコール必要ですけど、接触中のチームいるんで、全然ありですよ。これあれだよね。あれだよ。売りたいクラブにさ、逆オファーとか出せればいいんだけどね、その選手を売るためにさ、それもできないからね、困ってます、今。さ、監督オファー代表からオファー来たんですけども、日本やりましょうか。でもこれ最終戦あると思うから、ちょっとさすがにやりますもん。で、一応なんかね、日本はね、ちょっと代表レジェンドね、入れられないらしい。代表から選出しようとすると、多分ね、どっかのクラブに所属してないと、引っ張れないですよ。ベースコピーしても引っ張れなかったから、ちょっとね、長田とか、俊介とかはちょっとね招集できなかったです。申し訳ないですけどね。だからちょっと次だね。2021で早めにちょっと日本のレジェンド入れてやりましょうか。ほんとね。さあ、ハンペルシーがチームゴールです。あー、結構来た。オファーペレスとペロッティとバスケスとペレイラ、あとフレジにも来ましたね。結構来たよ。で、ペロッティインテルが来てるんですけど、ちょっと移籍あげときます。これペロッティ結構いい金なんじゃない。適宜65億円あげとこうか。これ多分ロナウド取れると思います、これ頑張れば。で、バスケスも来て、バスケス高えな、これ。バスケスも売っちゃっていい、これレアルで。レアル売っちゃいましょう、これで。オッケー、バスケス売って。で、エンソペレス高えな、パリサンジェルマンから359億円。やば、ちょっと待って、これ売ろうよ。ペレスは別に使わないんでいいでしょ。これ売っちゃいましょう。これでペレス獲得、放出して、移籍金予算、494億円ですね。で、費用差も増えましたよ。いや、ペレスがでっかかったな、すごくね。で、フレージにも来たんですけど、フレージも売っちゃおうか。ケルテモジが来てるんで、ちょっと、ここ、再交渉して売ります。34億円で売ります。オッケー。で、これでクリロナとさ、スコールズ獲得しましょうよ、これでね。じゃあ、ロナウドこれで獲得しようか。KPR から引っ張るわ、これは。ロナウド来たがってんだってよ。だからちょっと上げとくよ、これは。335億円で引こうか。すげえな、この移籍金。5年契約で、移籍金335億円。で、年俸が31億円で、行きましょう、ロナウド。多分ロナウド来てくれると思う。で、スコールズも取っちゃうか、もう。市場価格、93億円でしょ。ロナウドの移籍金を引いても多分スコールズ獲得できるから、オッケー、スコールズ取っちゃうか。オッケー、スコールズ取れました。これで中盤はレジェンド、レジェンドだらけですよ、これで。で、ちょっと余裕があれば、ロブソンも取りたいかなと思っています。ロブソンだって結局あれでしょ？満員でしょ？うん、満員だから、ロブソンも余裕あったら取ります。さあ、誰だこれは。あ、スコールズ来たね、スコールズ来ました。レジェンド選手、スコールズです。
回さ、これ結構獲得してるよね。これ10人ぐらい獲得してんじゃん、これ。スコールズ前のレジェンド来ました。24歳だっけ。まだ全然いけるよね。ナミノル監督多分3、4年いると思うんだけど、全然スコールズまだ油乗ってる年齢だから、まだ全然いけますよ、これは。さあ、スコールズ来たということで。あとね、本当に前のレジェンドでさ、ファーディナンドとかさ、ビリッチが磨きゃいいんだけどね。あと、ファンデルサルとかね。そこら辺ちょっと期待したいですよね。さあ、リーグ序盤チャプター1です。開幕戦ね、今日から。まあ、この動画でやんないですけどね。週2チームでシーズンが始まります。リーグ開幕戦で新加入のパクチソン先発起用する可能性ありますかということで、パクチソンは全然使えます、これは。パクチソン起用しさせていきましょうか。初戦から勝つためにはチームが一丸となる必要がある。もちろん新加入の彼のプレーに期待しているということで、まあ、パクチソンかけてスコールズとかルーニーとかね、そこら辺も前のレジェンドたくさんいますから、彼らを早めにヒットさせていくことが大事ですね。はい、ということで、今回ロナウドにね、交渉出したんで、ロナウドが次回どうなるかですね。多分開幕戦までにはロナウド獲得できないと思います。だから、2節目以降ですね。2節目以降にロナウドは入ってくるとして入ってきます、これは。まあ、多分ロナウド獲得できると思うけどね。ロナウド入ったらもう結構、前は潤えますよ、攻撃陣は。あと守備だね、守備。まあ、守備っていうよりあれだね、連携を高めていくことしかない、本当に。最初難しいですから、最初、アトランタでも最初厳しかったから、まず、最初ですね、最初の開幕戦をつまずかないこと、これ大事です、本当に。はい、で、次回ですね、次回プレミアリーグ開幕戦クリスタルパレス戦、そして2節目、フラム戦やっていきたいと思います。まあ、今シーズンチャンピオンズリーグあるね、あるね、全然ね。で、チャンピオンズリーグあるね、そして4節目にはQPRとやれることということで、今シーズンも3冠狙うしかないんじゃない？まあ、優先順位はチャンピオンズリーグですよ。チャンピオンズリーグ、プレミア、FA カップかな。でもチャンピオンズリーグガチでやりましょう。もうリーグ戦途中から悪くなったらもう1回も捨ててもいいぐらいの気持ちでやりますから、はい。なので、CL の開幕戦に照準合わせられるように、ちょっとメンバーのね、補強とかいろいろ含めてやっていきたいかなと思っております。はい、てな感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。See you. Chillin', kickin' it.